今宵も悶々と愛に飢えている皆さん、こんばんは。性愛の伝道師松尾鈴木です。ご主人とのセックスレスに悩むマダムや、別れた彼氏の愛撫を思い出して毎夜ご自分を慰めているマドモアゼル、あなただけを愛してくれるイケメン超絶テクニシャンなんていやしません。そしてもう10年も脳内彼女を愛し続けているそこのムッシュ、現実を直視してください。巨乳で攻め放題のロリ娘なんて現れるわけがありません。ありきたりな AV など見ている暇があったら、私の声に耳を傾けてください。本当の情欲の炎は官能小説の中にこそあるのです。今宵あなたをジュックジュクのネチョネチョのクチュンクチュンなエクスタシーの極みへ私がお連れいたしましょう。あなたの耳元でささやきます。松尾鈴木のおー官能小説。お相手はとびっきりの可愛子ちゃんが来てくれました。スリーサイズはバスト92、ウエスト58、ヒップ82、声優の高倉愛さんです。松尾さん早く来て。はい、今行く。第1回ミハエル女学院レイドの祝祭。皆さん、松尾鈴木でございます。あなたは？高倉です。高倉愛さん。はい。どうしてもう感じているんですか？もうここにいるだけで感じちゃう。君と初めて会ったのは四ツ谷のスナックだったね。ええ。君はアライグマラスカルを熱唱していた。どうやら人生に迷っていたようだ。そんな時、ベロベロに酔っ払ってた松尾さんが声をかけてくれたんです。そうだったね。で、あの時僕は君の悩みをいっぱい聞いた。その恩を今日は声で返してもらうよ。もちろんいいわよ。立派な声優になったね。ところで、官能小説を朗読したことあるかい？ないの。初めてなんだね。初めてなの。そうか、覚悟はできているんだね。できてるわ。夜に練習をしていた時にすごく悶々としてしまったの。本当かい？本当よ。漢字が難しいのよね。漢字って大切だよ。え、わかるわ。その漢字の形でいろんなことをインスピレーションされるだろう。ええ、形が丸ければ丸いほど刺激的だったわ。画数とかいいわ。漢字の形がすごい想像力だね。確かに今いろんなエロスが巷には蔓延してるけど、ええ、聴覚ね。聴覚ですね。耳で聞いて言葉で感じるエロス、うん、そういうのもいいんじゃないかと思ってこの企画をやっているわけですが。素敵ね。さて、今日はミハイル女学院ということで学園ものです。学園時代に何か君はエロスな思い出はありますか？私のファーストキスは女の子だったんです。わお。女子校に通っていて、だから女学院ですね。なるほど。じゃあ今回のエロスにぴったりですね。ええ、そうよ。じゃあ愛君、あらすじを紹介してくれたまえ。ミハイル女学院レイドの祝祭。舞台は両家の子女が通うミッションスクール、ミハイル女学院。主人公宮越綾は父親の経営する会社が経営難に陥り、通っていた高校を辞めざるを得なくなったが。